こんにちは、さくチャンネルです。私がちょっと久しぶりだからね。さくチャンネルの支配人、佐伯さくとです。よろしくお願いします。今日は東山動物園に来たんですけども、あのね、動物もね、見るのもね、すごい楽しいんだけどね、あの、今日はこちら、ちょっと見て、ご存知じゃないね。あの、見て、ちょっと、笑っちゃうんだけど、ちょっと、あの、不思議探検の館っていうね、なんかちょっと、すごい、レトロな、あの、アトラクションがあるので、ちょっと行ってみたいと思いまーす。で、お、はい、行きます。ちょっと待って、これは、何ですか、これは。別にね、これ見つめてはないよ。時間どこ行って、これどこ行ってもこれちょっとなんかね、顔が顔をこうへこんどって、そう錯覚で見えるみたいな感じかな。はい、これね、ちょっとなんかなんかこれ吸い込まれそうな感じのとこですね、これは。ちょっとツッコミどころ満載のアトラクションなんですけど、ちょっとこれ見て、ちょっと待って、なんか始まったよ、嘘つきは噛まれるという言い伝えがあります。ローマ市内にあるミケランジェロ設計のカンビドリを広場に設置されています。まあナルトだね。やばい、覗いちゃったけどさ、ちょっと待って、怖い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 、
入れるよ。3、2、1。いただきたい。ちょっとなんか何これ？何これ？
なんかいるいる。ちょっと待って、これ覗いたの。おりん。はい。ではね、ここで、ちょっと記念撮影。何？記念撮影だから、はい。撮影します。楽しかったです。登録ボタンお願いします。